嗨，皆さんこんにちは。今天是高级日语的第20堂课。Okay, 今天我们要学的是摸起来舒服的泥态语。Okay, 那我们要学什么呢？好，首先第一个，サラサラ。好，サラサラ通常形容在人家的头发。好，比如说那个女生的头发很长很顺，不会卡住。她的日文是彼女の髪はサラサラしている。彼女の髪はサラサラしている。所以就是很顺，不会卡住的那种头发，我们用サラサラ形容。Okay? 那第二个，ツルツル，好，ツルツル是光滑的意思。比如说这个白板是很光滑，它的日文是このホワイトボードはツルツルしている。好，还有水煮蛋也是会滑嘛，このゆで卵はツルツルしている。Okay? 好，那就第三个，スベスベ。スベスベ也是滑滑的意思，但是它通常形容人的皮肤，比如说婴儿。この赤ちゃんの肌はスベスベしている。赤ちゃんの肌はスベスベしている。OK， 好，最后，ふわふわ，ふわふわ是又柔软又轻的感觉。好，比如说，好，这个枕头。この枕はふわふわしている。又软又轻，ふわふわしている。那也可以，蛋糕，蛋糕也是又轻又柔软的感觉。このケーキはふわふわしている。OK， 好，大家了解了吗？最近我们一直在学拟态语，但是因为日本人真的是生活上常常会用那个拟态语来形容，所以就是尽量能背就多背起来哦。OK， 那就今天的课到这边，拜拜。最後に一言だけ、YouTube の説明欄に Facebook ページとブログのアドレスを載せているので、よかったら見てください。あと YouTube のあのディナーもクリックしてくれると嬉しいです。もし何か日本語の質問があったら、あの LINE のアイディアあるのでそこから聞いてください。じゃあ皆さんも日本語頑張ってください。バイバイ。よいしょ。